軽貨物運送業を展開しております合同会社をもっての市民の C ネシャルです。ただいまですね、江東区の地図をですねご覧いただいておりますが、2020年のオリンピックで話題にもなっております、辰巳地域が、江東区にあります。辰巳の国際水泳、場ですとか、あとは、新しく、新設が予定されているオリンピックアクアティクスセンターですね。この赤い、磁石がついているところなんですけども、こちらがですね、この地域に予定されているということです。どちらも、水泳競技ですとか、シンクロなんかをやるような施設ですね。ということで、江東区にはこのような、今注目を浴びている辰巳地域もあるということで、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。